どうもデッシーです。お世話になっております。ドラゴンクエスト6続きをプレイしてまいります。いやー長いですね、この無道の、居城ですか。地底魔女とはまた別なんですけれども、地底魔女の方はね、あの落とし穴で結構時間取られちゃったんですが、これもう探索始めてもう3本目、まあ、最初はちょっとあれでしたけれども、ですもんね、結構長いですよね。はい。でもう多分ね、洞窟もそろそろ最後の方になっているはずだと思うんですよね。こっちすっからかんですからね、これね。まあちょっと回復しつつ、ああ命令さすようになってるのか、行きたいと思います。このね、抜け殻兵はテッシーばっかり狙ってきますね。ドラクエ3でいうお化けアリクイみたいな感じ。あ、そんなことない、弱いやつ狙うのかな、もしかすると。あーでも違うか、たまたまなのかな。いや前回のね動画で抜け殻兵ここのフロアに来てテッシーが結構集中攻撃されたんで、そうなのかなって、一番前にいるやつが攻撃されるのかなと思ったんですけど、必ずしもそうでもなさそうですよね、なんか見るからに。じゃあこっちは行き止まりだと。ドラクエ6の特徴でダンジョンが長いっていうのがあるのかもですね。これかなり長いですよね、本当に。3本に動画分けるっていうのはなかなかなかった気がしますので、まあラスドラクエ5でラストダンジョンとかですかね、長かったといえば。ラーの鏡じゃないまあいいや。ここで上、右は多分ダミーっぽいな。ミルドラース、ドラクエ5のミルドラースのとこも2つに分けましたもんね。で結局ドラクエ4はそんなに分けて覚えもないので、やっぱり6に来てダンジョンが長いかなって感じますね。これまだ序盤なのかな、序盤の方の最後の方だと思うんですよね。まあ上の世界と下の世界がどういうことなんていうことで、まあ、上の世界の無道を倒して今度は今下の世界の無道を倒すと、どういうことになっているんだと、それを全てを解き明かすために今来ているわけなんですよね。ここに来てレベルが上がっていくという、お、意を覚えましたね。どこだ正解は。宝箱かな、あれ、これが正解。ここに来て広い、本当にこれ怖いな。まあちょっと攻撃かなこいつは。このね、ザキがね厳しい。まあこの段階で生き返らせる術がないですから、世界樹の葉とかもらってないですし、まだ生き返す呪文とかそういうレベルでもないですもんね。怖っ。
オッケー、決まった、大丈夫ですね。ふう、チャモドのチェーンクロス、チャモドの攻撃力が結構上がってきてるっていうね、レベル上がってちょっと複雑な思いですよね。やめて本当に。こんなね、10超えるダメージを3体に与えられる子じゃなかったんですよ、チャモドは。そんなね、危ない子じゃなかったの。でも洞窟内でね、レベルがレベルがちょいちょい上がってくるっていうね、なんもなし。お、また屍があるね。ヒートゲズモ、これはやばいぞ。うわー、ついに飛び下げで一発で倒せるようになっちゃった。こいつもね、一発で倒せる、飛び下げの一発でも倒せなかったはずなんですよ、ここの洞窟入った時には。かなり成長してきてますね。いい、まあいいっすけど、全然歓迎ですけど、やっぱちょっと複雑みたい。OK。約束約束。ここに来て薬草作戦が効いてますね。お、しかし周りの土に何やら文字が書かれている。王子様、どうかご無事で。王子、王子ということは、王子がここに来たっちゅうことか。下の世界のレイドックの王子が、で、下の世界のレイドックの王子が、下の世界、何回下の世界っていうんだよ、まあ、説明のために言いますけど、下の世界のレイドック王子について、まあ、下の世界のレイドック王ですね、が言うには、主人公テッシーに似ていると言っているわけなんですよね。どういうこっちゃっていうね。最初に見たオープニング、何回も実況で言ってきているんですけれども、最初に見たオープニングが何だったのか。うわ、来た。不思議なことですが、ここには聖なる力を感じます。今日はここで一休みすることにしましょう。ここや、来た。はい、そのオープニングと同じ形ですね。違うのはチャモドがいるっていう。はい、あ、一緒、全く一緒。いや、眠れた、うなされてたみたいだから。無理もないわね、いよいよですものね。あれ、聞いたことあるよみたいな。ところで彼、どこまで見に行ったのかしら。随分遅いようだけど。はい、一緒。あ、セリフは違う。まあ、チャモドいるからね。しかし、どうしたのですか。何か気になることでも。ずっと前にもこんなことがあったような。あ、もう十分に休んだぞ。チャモドが言いましたね。長い旅をしてきたことでしょうかなと。死んだ気で戦おうぜ。うん。世界に平和が訪れ、行きましょうと。ミレイユはじゃあ笛は持っているのかな。どうしたのですか。
まさかテッシーさんもこの場所に覚えがあるとは。めっちゃ覚えてる。そうなのですか。不思議なこともあるものですね。さて私たちも参りましょう。キラッて光るんですよね。でこれを消していくと全く一緒で、一応回復できました。はい、一緒、曲も一緒。チャモドがここにいる。どうやらこの崖の下がムドウの居城のようです。しかしどうやってそこまで知ってる。やっぱりこんなことが前にも。クソ、こんな時に一体俺の頭はどうなっちまったんだ。っていうことですわ。いよいよですね。この笛を吹けば私たちは魔王ムドウの城に運ばれていくでしょう。そう、怖っ怖っ。あの時のようにミレイユ知ってる。怖い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 。あの時のようにって。いや曲はいいんだけど、っていうことですよね。で、ででーんって始まるんですよね、それで。言ったよ、俺。この雲の流れとかいいじゃないとか、BGM とか、なんか西洋の城みたいとか言った。ほら。なんか城の手前が顔のような感じに見えますねとか、言った気がする。ミレイユ、そして何か知ってますよね、ミレイユは。で、ムドウのところに行ったら、くるくる回されて、石になって、なんか女神みたいなやつをやられて、ボンって消えて、わーっていうベッドから落ちたっていう夢落ちなのかなっていうところから、始まったんですけれども、なんていうか、今回のねレイドック王の話からすると、もしかしたら夢の世界なのかっていうところですよね。きた。ダメだ、この扉だけは鍵穴が見えねえ。これがもし前貸しなら、ムドウと戦って前貸しを破るしかなさそうだぜ。もしもの時のためにここに結界を作っておきましょう。え、お、これで何かあっても再びこの場所に戻ってこられるはずです。どういうこと。ここまで来たら前に進むしかなさそうね。ステッシー先に行ってって言って、俺が、開いたぞ。どういうこと、どういうこと。開かなかったような気がするんだけど、夢っていうか、最初多分夢の中なんでしょうけど、行っていいのかな。あ、これなやだなこれ。インパス持ってるか。うわ、赤く光ってる。来たよこれ。黄色く光るお金ですね。そっか、インパス持ってたわ。おしおしおし、鉄仮面いいじゃない。ハッサン装備させる。そしたらおお、上がる上がる。そっか、インパス持ってたか。じゃあさっきも使えばよかったね。敵は出ないのかな。うわー、出るし。なんか怖い怖い。ラリホーン、デビルアーマー。
まあ行きましょうか。買ったデビルアーマー。おお。うわ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 。大丈夫かな。ミレイユのイオにかけるしかないっすよね。強い。ラリホーン強い。うわ。ちょっと強いよこれは。よし。うわうわうわ、やめて。くー、まあ、ただホイミスライム倒しちゃえばいいかなと。うわうわうわ、やめて、マジかこいつ。デビルアーマーっすね。60下げた。あ、ミレイユちょっともうストップしようか。ミレイユで行こうか。 OK、 うい、 OK、 強っ。ちょっと、あれ、アモールの水、あ、よかった、全部開いてる、びっくりした。あ、一回イベント挟んだから。いや、びっくりした、これ、どう、なんにもねえの、超びっくりした。よかった、ちょっとアモール、いやいや、まさかなくなったのかと思っちゃった。これどうかね、いけるかね。なんかね、本当に冷たい息とかね、そういう感じな気がしたんですよね。で、全員に30、40を連発してくるみたいな、そんなイメージがあるんで、倒せるかなと思って。アモールの水こんだけいっぱいあれば勝てるか。勝てますよね。どうかな。で、特に普通に攻略する動画になってるんで、あの縛りとかないんですよ。まあ今更なんだというあれなんですけども、命令させろでやれば勝てるんじゃないかなと踏んでおります。うわうわ、出た妖術師こいつよ。ちょっとどうしようこれ。ちょっと練習しとく、命令させろで。まずデビルアーマーこいつ倒さないとやばいですよね。いや、最初は飛び膝蹴りでミレイユとチャモロで。うーわ、くそ、全然ダメっすね。ダメじゃないけど、なんつうか。で、特技で捨て身行きましょうか。 OK、バイキルト、攻撃、飛び膝蹴り、攻撃と強い。あー、しびれない。もう下手するとこいつ強いっすもんね。だって本当に普通に
抜け殻兵はどうでもいい、もう攻撃して飛び膝蹴り、妖術師からとにかく倒す。 HP も確か結構、おしおしおし、 OK。 これはもう倒したらね、よしよしよし。あ、そうしたらちょっとまた時間がよろしいようで、このまだか、探索しまして無動線ですかね。そうしましたら、うーわーかー、やばい、よし、これくそ話になんないですね、これやばい、回ってこない、ちょいマジでマジで、うわー、これはやばい、死んだか、ちょっとマジで頼む、うわー、ここに来てか、うわ、よかった、ちょっとほんと勘弁して、マジであいつヤバすぎだろ、ラリフォーマーとかなしよ、ほんとにこの状態でよ、ふぅ、ここも開くようになってて、やっぱ普通に戦った方がいいか、結局なんかゾウいるけど、ちょい強い、何こいつ、強そう、何このゾウ、うわー、そういうことか、やばいの来たよ、これ多分逃げらんないっすよね、ちょっとラジホ入れてみる、ああでも普通にダメージは当たるんだね、どうすか、え、弱くね、眠らなかった、ちょっともう捨て身で一気に決めよう、決まっちまえ、うわー、え、弱くね、え、何こいつ、弱、 HP だけ高い、強い、 HP 高い、冷たい、HP だけのやつ、え、強い、 HP 高いよマジで、よしよしよし、ゴールド結構もらえたな、ただなんとなくこの向こう側ですよね、この向こう側に宝箱がある、うわー、宝箱ありそうだけど、こいつなんなんマジで、戦うことになるのかな、大丈夫だった、おっ、これ悪魔の壺とかじゃねえだろうな、大丈夫、うわー、赤く光ってるわー、赤く光ってる、うわー、ちょっとやばい、うわ、ちょっと怖い、ちょっとやばい、冷や汗しか出てこない、ここバーニングブレス、燃え盛る火炎とかかな、
まま寝てろ。一番右、一番右、とにかく。うわー、やっば、終わった。やばい、うわ強い、ダメだ、ちょっと無理無理無理。いや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 、もう無理だな。ちょっと探索だけします。ちょっとマジかよこれ。武道の指導。多分ね、何これ、なんかあるよ。ここでも行けないでしょ。こっちにも階段ある。うわー、ちょっとこれなんかもしかして来ちゃいけない感じなのかな。普通のダンジョンじゃないですよね。全然レベル、うわぁ、え、ちょっとどうなんこれ。バーニングブレスとかレベル足りてないっすよねこれ。雑魚戦、まあ捨て身をしてたとはいえ、え、ムドを倒せんのかな。いや、ちょっと一旦戻ります、すいません。マジか、何も起こらなかった。え、ちょっと待って待って、うわー、これす、ルーラ、武道の城、武道の城が出たな。ってことはさっきチャモロがなんかやってくれましたよね。ここの手前でしたっけ、ここのフロアの前か、そこのフロアの前でなんかやってくれたんで、これあーやばいなこれ。そこでもしかしたらリレミト使えるのかな。あ、でもこれは、うわぁ、怖っ怖っ怖っ。ここの上、扉は開けちゃいけないのか、もしかして。これエンカウントしなかったですもんね、もちろん最初の時。ここでしたよね、チャモロがなんかかけてくれたの。うわぁ。マジかよ。じゃあまあちょっと、じゃあもう行くわ。うん、行くしかないですねこれは。え、こんな強い雑魚いる？カメレオン怖い、強そう強そう。こっちにもあるよ。はやぶさ切り、かっこいい。うわ、かっこいいな。カメレオン前生きってるな、こいつ。ういえ。いやー。
ったルーラにホイミホイミ。こっちにもあって、ああ、あいつ倒さないと進めないのか。いや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 、あ、ちょっと時間結構長くなっ、え、なにこれは。ちょっととりあえず30分来ましたんで、目の前にハッサンいるよ。これ真相を確かめるべく次の動画に移動をよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。